ジャッカルプロスタッフの田中愛です。はい、ジャッカル開発スタッフの樋口です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今回はね、はい、タイラバ、はい、じゃなくて、はい、ね、はい、イカメタル、はい、ジャッカルイカメタル始めました。ついにこれをお話しする時が来ましたね。はい、はい、待ちに待って、もう待ちくたびれました。そうですね、はい、まあ、タイラバのテストの傍ら、うん、昨年、いや、うん、一昨年ぐらいからですね、うん、ちょっとずつこの開発を密かに進めてきてた、このイカメタルなんですけども、ね、まあ楽しかったですね。いや楽しかったかな。いや、また釣り自体楽しいですけど、スケジュール的にはね、あ、そうですね、平は四国行って、日本海行って、四国行ってとかね、ありましたね。もうありがとうございました。どこにいんのみたいなね、途中、ね、まあまあそれぐらい ね、あの時間を惜しまず、はい、ね、あのできて、うん、もうかなりいいものがそうです、ね、できております。はい、はい、では早速、ご紹介していきましょうか。はい、はい、まずこのイカメタルのシリーズ名なんですけど、うん、ジャッカルのイカメタルシリーズ名、激抱きシリーズと言います。吸って浮き吸ってがあって、メタル吸って、うん、そして重り具用のエギドロッパーですね、うん、もあり、重り具の進化、あとは仕掛けや当然ロッドまで、全てテストしましたね。はい、はい、一つ一つ、細かく性能とか、うん、コンセプトっていうところを、伝えていけたらいいかなと思います。はい、まずはイカメタルに使う浮き吸って、激抱き吸って、こっちがね90、こっちが75、ね、サイズがねこう2タイプあります。これってね、皆さんね、やったことある方はよく考えることなんですけど、水平な姿勢でかつサスペンドしたい、ここがね意外と難しいね、なかなかないというかね、うん、それさえできれば釣れるんですけど、そこが難しいのをちょっと樋口くんの方から話してもらいましょう。まあ、はい、今回この浮き吸って、激抱き吸ってをまあ設計するにあたって、まあ、一番苦労した点ですよね。吸っての、浮力を、均一にするっていうのが結構まあ難しくてですね、さらにそこから、姿勢を安定させるっていうのに、とても苦労しました。ただ、こいつは ABS のボディに中にウェイトルーム、これを3つ4つつけて、ちっちゃいウェイトボールを何個も何個もこう組み合わせて、一番このベストな姿勢が出る浮力っていうところを設定しました。で、今から水中映像を見ていただくんですけど、はい、完全に浮力まで調整したこの製品版です。見てください、ビタ止まりやね。ビタ止まりします。おビタ、このあたりのモデルからかな、はい、テスト行って、はい、めちゃくちゃ釣れるようになった。当たりが増えますよね。やばいぐらい、ちょっとクーラー持って帰ったもんね、もんね、はいはい、船長にクーラー貸してって言ってね、はい、やっぱりこれぐらいビタッと止めることができると、うん、まあ、イカも躊躇なくやっぱ抱いてきますよ ね。で当たりも増えますし、うんうん、いや全然違う、はい、ほんま見た感じでね、皆さんが頭に描く理想っていうのが、まあ、こういうことやと思うんですよ、うんうんうん、これ、はい、なんかさ、はい、プロトの、まあ、初期の頃やけど、はい、いつぐらいからかこのフックに変わったの か、ね、なんかちょっと変わったですよね、はいはいはい、そうですね、はい、やっぱりその浮力を調整するにあたって、うん、まあ、こういう小さいボディですので、まあ、どうしてもこの2つカンナがついたタイプを採用してしまうと、まあ、やっぱ浮力が足りなくて、その水平姿勢を出すっていうところがなかなか難しかったんですね。でやっぱり、そこのカンナを1つにしてでも水平にするっていうのが、まあ、圧倒的に超過が伸びるポイントだったので、今回それをあえて採用しました。はい、あと愛さんお気づきかもしれないんですけど、はい、その中盤に使ってたカンナ、プロトのカンナよりもちょっと太くなってるんですよ。
おあ、言われてみれば、はい、もうやっぱり、はい、6月とか7月とか、はい、数100杯200杯でするとカンナ伸びてましたよね、はい、どうしてもそのトラブルっていうのが起きちゃって、はい、まあ細いカンナだと、はい、強度にちょっと不安があったので、うん、ちょっと太軸にしてみました。でただこれ太軸にするだけだったら、うん、単純に重量が上がっちゃうんで、うん、姿勢を保つことができなかったんですけど、うん、特注で1本、含む小さい、少ない、うん、10本針っていうものを、うん、設計してもらって、うん、採用したので水平姿勢を保ったままカンナの強度も、出してるっていう仕様に、落ち着きました。もうすごく細かいとこまで調整して、ね、はい、本当サスペンドミノを作る勢いで、そうです ね、 そうですね、からのビタ止まり、ビタ止まり、ビタ止まり、はい、ね、やっぱりもうビタ止まりしてくれないとね、うん、信用してこうしゃくれないというかね、しゃくるというか止めれない、はい、ね、ここが一番イカメタルの楽しみなんで ね、 そうですね、ビタ止まりするところが、はい、ね、この激抱きつってのいいとこです、はいはい、まあ、映像を見てもらったら水中でのイメージが湧くと思うので、うん、ね、はい、であとビタ止まりを、はい、さらにこう出すために、うん、スイベル、はい、まあ、これに 9i をスイベルにすることによってちょっとしたこの動きもこのスイベルが抑制してくれるというふうになってますし、うん、はい、まあ、かけた後イカを上げてくる時の糸よれというのも軽減する仕様になってます。なるほど。はい、続いては鉛すって激抱きすってメタル、はい、ね、これってね、まあ、やったこと、これもねやったことある人は分かると思うんですが、何がいいのか結構難しいですよね。なんかそのずっと止めてたらこうなってるし、ね、でしゃくった時に横になって、落とした時ホールで一瞬横になるけど常にこうなっちゃうやんみたいなね、まあ、いかに横を向けるかっていうのが一つ、このね鉛すってを抱かす、ポイントになったり、まあ、あとはね海流との相性とかね、その辺のことをねまた樋口さんに話してもらいましょう。はい、はい、この激抱きすってメタルに関しては、はい、本当にシンプルな形状っていうところに最終的には着地しました、うんうん、ちょっと平べったいジグっぽい形状だったりだとか、うん、結構ずんぐりした形状だったりとか、まあ、いろいろ試してはみたんですけども、やっぱりこうイカメタルの、仕掛けにおいて、狙いの棚まで、仕掛けを届けるっていう役割をする、ものなので、まあ、まずは早く落ちないといけない、はい、っていうので、できるだけ、シンプルなこの棒状、はい、円柱状の形状っていうのを採用しました、うん、まあ、そうすることで逆にこう止めてるときは、潮の流れが速くても複雑でも、うん、どの方向から、潮を受けても、まあ、丸なので、はい、潮をうまく、受け流してくれて、うん、ビタッと、これもビタ止めができる。出ました、はい、またビタ止まり。そうです、ね、まあ、このイカ釣る用においては、はい、もう一番重要なところそこだとビタ止まり、ね、いうことで、はいはい、もうとにかくシンプルな形状にしようというところで、はい、この円柱状の、形状を採用しています、うん、はい、あとはちょっとフロント重心になってますので、はい、誘い上げの後、うん、ふっとテンション抜いて、仕掛けをストンと落とすときにすぐに横向いて押してくれる、水平で押してくれるというので、うん、これでも、イカに誘いを入れることができます、はい、でその後にビタッと止まってダクッというような、まあ、イメージで、うん、作った設計したすってになります、はい、もうね、いやもう本当テストの時もね、うん、イカメタルって浮きすっての方よく来るじゃないですか、はい、まあまあなんか何割こっち来たかね、うん、定かではないんですけど、うん、感覚的に、うん、あれまたメタルの方に来てるっていうなんかそのセリフ、はい、たくさん私発したと思うんですよ、はい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 、なんかね信頼すごいあるというか、うんうんうん、まあ、今まではねなんかどっかおもり代わりっていうところもすごくあったんですけど、うんうん、いやこれね作ってテストした時に一番思ったのは、うん、いやいやおもりじゃないよもう、うんうん、これである程度稼がないとライバルに勝てないからみたいなね、そういったメタルに仕上がってるかなと、ね、そうですね、はい、もうビタッと止まる、はい、メタルスってなので、うん、まあ、これ と、この激抱きスってメタルと、激抱きスって、まあ、この組み合わせで
まあ、イカメタルの仕掛け組んでいただいたら、まあ、間違いないですね。はい、はい、もう間違いない。はい、まあ、ぜひ使ってみてください。はい、はい、続きましてはね、おもり具ね、うんうん、おもり具、いろんなパーツがあるんですけど、その中でもね、皆さん大事な、はい、うん、エギですね、うんうん、こちら、はい、ね、激ダキドロッパーと激ダキドロッパードリフトになります。ね、テスト行った時も使ったんですけど、いやー、釣れる釣れる、どう言うたらいいの、まあ、なんで釣れる、なんで釣れるんですか。まあ、あの、はい、おもり具の場合って、はい、まあ、結果なんで釣れるかちょっとわからない時ってありますよね、うん、ただやっぱりイカメタルよりも圧倒的に釣れる状況っていうのがありましたし、うんうんうん、特に潮の速いサインエリアとかに行くと、ね、はい、やっぱりこれは強いですよね、うん、で、まあ、なんでその釣れる釣れない、エギがいっぱい存在するんだろうとか、うん、まあ、おもり具が釣れる理由ってなんだろうとかって、うん、まあ、考えた時に、うん、まあ、一つはこう速い潮の中にしっかりと、馴染むことができるっていうのがやっぱりおもり具の、特徴だと思うんです、はい、でやっぱりその潮の中で、抱いてくるイカっていうのが大きいですし、はい、警戒心が強いイカっていうところに対して、はい、このナチュラルなホールの誘いができるっていうのがやっぱりこのおもり具の強みだと思うんですけど、はい、まあ、そんなおもり具での使用を前提にこの激ダキドロッパーは設計してみました。はい、まあ、姿勢、水平姿勢っていうのは、うん、さっきの激ダキすってのところと共通で、うん、まあ、イカを釣る上では絶対に必要なところだと思うんですけど、はい、 そうですね、はい、それ以外にこの、おもり具の仕掛けにおいて、うん、超過の差が生まれる点ってどんなところだと思いますか。私なんかは結構ね、そのウェイト、はい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 、ホールスピードっていうかね、まあ、潮がめちゃくちゃ緩い時に、はい、重たいエギを使うと、はい、リーダー分下に回って、はい、なんか縦向いてるんじゃないかぐらい泳いでない時あったり、はい、ずっと誘い続けないとなんか水平姿勢を保ってくれないとかね、そういうのをすごく気にしたりしますね。やっぱり釣れてる隣のお客さんと同じ色のエギを使ってるのに全然釣れないとかってあります、うんうんうん、ああいう時ってやっぱりこのエギのフォールスピードっていうところの差が出てってことですよね。簡単に言えばなんか同じ種類のエギで同じ色を使えば簡単に釣れるけど、はい、色が同じとか形が同じじゃ絶対にダメ。その中のやっぱりそのそこへね、フォールスピードで、はい、ね、ここについた重りの重さで、うんうんうん、その泳ぎが変わると言っても過言じゃないぐらい、ね、そうですね、おもり具っていうのは、はい、ここがすごく大事ですね。そうですね、はい、で、まあ、そんな状況もテストでこう出くわしてしまったので、はい、どうしても、うん、同じ色を使ってるはずなのに、はい、隣の人に釣り負けちゃう、はい、悔しいと思いましたので、うん、今回、うん、この激ダキドロッパーに関しては、うん、2.5 号っていうサイズなんですけども、うん、ウエイト、これをですね、鉛モデルと亜鉛、モデル、ちょっと軽い、うん、比重の軽い亜鉛モデル、はい、2タイプ用意しました、はい、でそのフォールスピードの差が、うん、鉛モデルがですね、1メーター落ちるのに5秒、亜鉛モデルは1メーター落ちるのに10秒、はいはい、たった 1.3g の差しかないんですけど、うん、それだけフォールスピードが変わってます、はいはい、で、まあ、フォールの、様子もちょっと水中映像を撮ってますので、はい、一度ご覧いただきたいと思います、はい、紫の方が、激ダキドロッパーで、赤が激ダキドロッパードリフトになってます、うん、同じタイミングで落としてもこれだけフォールスピード全然違うよね。そうなんですよ、うん、やっぱりこれがその状況によって、うん、海の中に落ちていた時に、ね、そう変わってくるっていう、うんうん、あとは見てもらったら分かるようにフォールスピードは違うんですけど、うん、まあ、どちらも、水平に近いもの、うん、この水平の状態で、はい、まあ、落ちていくっていうところに、はい、ウェイトのバランスは設定して、はい、美味しそうな、ね、そう姿勢 で、ね、はい、バクッとこう、私イカじゃないけどイカやったらこう行きそうやもんね。そうですね、そうですね、はい、うん、まあ、あとはこのやっぱ速い潮の中で、うん、使うっていうので、うん、この
ウェイト、うん、まあ、ここにもちょっとこだわりまして、うん、ここの形状ですね、まあ、前から見てもらったら分かるんですけど、うん、フラットな形して、うん、できるだけ薄くしてます、うんうん、まあ、これによって、塩をここで受けて、うん、すぐにこう塩先を向いて安定して落ちていってくれる、うん、はい、まあ、なので、水平姿勢にプラスそれを安定させる、うん、機能も備わってるっていうような、まあ、ラダー的な感じだよね。そうです、本当にもうオーリングの、うん、で使うエギとして、まあ、専用設計したものになります、うんうんうん、はい、続きましてね、オモリグのオモリ、ね、シンカーなんですけど、激抱きオモリグシンカー、まあ、ものはこれなんですけどね、20号から、40号まで、ね、ちょっと幅広くラインナップされてます。で、まあ、何の特徴があるかというと、かなり細身でちょっとこのヒレ、ね、こうミサイルみたいなヒレがついてるんですけど、これ何するものかというと、まあ、いろんな作用があるんですけど、重り具やってる方でね、バンバンバンってしゃくって、気前よくこうバンバンしゃくって、ちょっと回収してみようかなって回収すると、リーダー、まあ、ここからリーダーが始まるんですけど、リーダーのね、この辺の付け根、うにゃ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 って、なんかぐちゃ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 ってキンクして、ね、キンクっていうのはあのぐにゃぐにゃぐにゃってなることなんですけど、なってることよくありますよね。あれね、何が起こってるかというと、バンバンバンってしゃくると、これがバンバンバンっていくんですけど、バンって止まった瞬間に、この慣性力というものがありまして、ものにはバンと後ろが跳ね上がるんですね。こっち前はブレーキかかっちゃうんですけど、後ろが跳ね上がって、その時にリーダーをぐるんとぐるんと取っちゃうんですよね。1回目で、また次やって2回目で、それがぐちゃ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 して、なんかヨレヨレヨレってなって、まあ綺麗はしないけど雰囲気悪いですよね。で、なんか釣れる気もしなくなるし、まあ、やっぱりあそこがちょっとでもヨレてると、シャキッとしててやっと当たりが出るんで、あそこがちょっとでもよれてると、もうなんか動きが悪くなったり、まあ、それこそもつれたままになってると、あのシンカーもね、ちょっと斜めになったり、変な安定がなくなって、ね、流されてふわ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 エギが、ね、するんで、そういったものを軽減するためにこのヒレがついてます。このヒレがつくことによって、パッと止まっても帰らない、ここで抵抗があるんで、ここで来るな来るなっていうのがこのヒレね、これが、まず1個目ね。で、2つ目が、しゃくりやすさですよね、うんうん、あの弓矢の矢みたいにスパーンといくのは、あれ後ろのね、こういう羽っていうんですかね、あれがなかったらこうまっすぐ綺麗に、まっすぐいくということは軽くしゃくれる、軽く、軽い力でたくさんしゃくれるっていうので、これつけることによって、リーダーのキンクも防げて、うんうん、しゃくりやすく、うん、少ない力でね、そうですね、最後まで頑張れるという、はい、そんな進化は出来上がっております、はいはい、まあ、形状も結構細身に仕上げてますので、うんうん、まあ、その点もこのしゃくりやすさにつながってますよね、うん、はい、しゃくりかなり細いですね。そう細いんですよ、うん、まあ、しゃくりやすい形状でしゃくって、うん、はい、なおかつ進化のブレはなく、はいはい、でさっきご紹介したその激抱きドロッパーの、うん、その綺麗なフォールっていうのを、まあ、最大限生かしたサーフィンができる、はい、そんなシンカーになってます、はいはい、次はね、カラーの話なんですけど、いや、テストの時にね、はい、私結構本気で楽しみたいというかね、テストでもやっぱり釣りたいものは釣りたいんで、いろいろオーダーするんですよ。この色塗ってきてとか、いっぱい言うんですけどね、いつもそんなに塗ってきてくれないんですよね。もう樋口くんはね、どっちかというとね、こうビルダーなんで、浮き方がどうかとかね、もう釣り人の前にビルダーなんで、そっちがすごくねメインになるんですけど、私なんかこうね、こういう色が欲しいとか、だって釣りたいもん、やもんね、それはもう皆さんと一緒です、うんうんうん、っていう時にね、この色は合ってんね、はい、まあまあ基本なん でこの色ちょっとここ緑やったらなとか、黄色やったらなとか、皆さんも思いますよね。これ渡された時に入れ食いマーカー、ね、使ってましたね、これテストで、はいはい、これを洗浄でガリ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 って塗って、
もう縫って触るからこの辺なんか黄色くなったり緑になったり、でもそのまま投入するとねやっぱりね釣れるんですよ。すぐに効果変わりますよ ね欲しい色は釣れるんですよ、まあ、絶対にね、はいはい、まあ、人気色とか ね、パッと塗るとね即釣れる、うん、まあ、これは何かというとやっぱりね蛍光、うん、蛍光色、うん、まあ、俗に言う UV 色というね、うんうんうん、蛍ムラが代表的な色でね、蛍光紫、蛍ムラね、訳して、はい、蛍光黄色もあるし、蛍光レッド、蛍光オレンジ、いろんな色はあります。そういったね、UV ライトとかにね、人間の目には、まあ、なかなか紫外線見えないので、うんうんうん、UV ライトをこう照らした時にね、より発光するね色、それが、まあ、蛍光なんとかって蛍光と名のついてるカラーは、うんうんうん、そういうことになるんですけど、うん、それがいかにめちゃくちゃ効く、まあ、これは皆さんよく知ってるんですけど、実は蛍ムラしか気にしてない人がいっぱいいてね、これも蛍光イエロー、ね、これも蛍ムラ同様光ります。人間が見るよりももっと光ります。でこの入れ食いマーカーを私はよく洗浄でねバーッと塗ってやると超過が、うんうんうん、っていうかガラッと釣れますよね。そうですね、まあ、うん、やっぱり目がいいって言われてるイカっていうのもあると思いますし、うんうんうん、まあ、昼の釣りとやっぱ違って、うん、夜でライトを焚いてるじゃないですか、うん、はい、あれ蛍光灯なんで、そうですよね、あれに思いっきりやっぱり色が反応しちゃうんだと思うんですよね、はい、うんうん、やっぱり塗ったら釣れるっていうその、うん、マジックの、うん、まあ、頻度はそこにあって、うんうん、まあ、この蛍光色っていうのが、うん、やっぱりこのイカ釣りの池はとても強いな、うん、というところで、うん、こちら、はい、激炊きすって、うん、激炊きすってメタル、うん、激炊きドロッパー、うん、蛍光色をふんだんに使った、はいはい、カラーラインナップとなっております、うん、はい、名前もですね、入れ食い、はい、ピンクだったり入れ食いチャート、はい、入れ食いオレンジみたいな感じで、はい、まあ、この蛍光の、入れ食いマーカーこれを塗った時と同じように光る、はいはい、そういうカラーの設定になっています。はいはい、もうこれで釣れること間違いないし、まあね、よくアピールしてくれるカラーが多いの で、はいはい、間違いなく以下の反応は得られるんじゃないでしょうか、うんうん、まあ、あと中にはこういった、定番色ですね、赤白、赤緑、こういうカラーに関しては逆にこれもちょっと愛さんからこうしてってお願いがあった、ブルーグロー、はい、この設定にしてるんですけど、はい、まあ、ブルーグローは逆にどういう利点がありますかね。ね、グロー、いろんなグロー世の中にはあります、グリーングロー一番有名ですね、昔からグリーングローでブルーグロー、レッドグロー、オレンジグロー、いろんなグローがあるんですけど、まあ、難しい話を言えば波長がありまして、まあ、グリーングロー一番眩しいです。なんかライトに照らして暗がりってみんなこうやって見ることもあるんですけど、グリーングローって長い時間すごく人間の目にもすごくビカビカに届いて見えるんですけど、ブルーはねそれと比べてちょっと落ちるかな、すぐになんかほえよってこうエネルギーがなくなっていくように消えていくんですけど、イカに対してはちょうどそれぐらいがいい、うん、明るくもなく見えなくもなくっていう一番いいところがブルーグロー。なんかそんな釣っててもね、やってる方はね、ブルーグローを使った方はねそれよくご存知だと思うんですけど、どんな状況でもコンスタントに効くのが、ブルーグロー、ね、で今回ねブルーグロー塗ってもらうことにしたんですね。そうですね、はい、まあ、こんな感じで、はい、カラーにもとにかく、うん、まあ、こだわった、うん、ステドロッパーになってますので、うん、まあ、その辺も要チェックしていただけたら嬉しいです、はいはい、最後にね、激炊きイカメタルリーダー、はい、ね、仕掛けですね、はい、仕掛けがね4種類出ます。はい、どんな感じの仕掛けになってますか。はい、まあ、はい、イカメタルに関してはどうしてもこの仕掛けセットっていうところが必要になってきて、はい、まあ、自分で組む方もいらっしゃるんですけども、うん、まあ、今回この激炊きイカメタルリーダーは、まあ、釣り場について、ポイントについて、まあ、結ぶだけですぐに、うん、使える仕様になってます。まあ、こういう紙のボビン巻きで糸癖も最大限ないようになってますし、うん、はいはい、糸、
使ってるラインも、フローカーボンの太めの糸も使ってるんで、はい、結構こう張りがある、はいはい、まあ、張りがあると、当たりも取りやすいし、うん、絡みも抑制できるし、うん、っていう仕様になってます、はいはい、あと、種類なんですけど、はい、この、手返し重心ショートタイプ、はい、あと早い潮の中とかでゆっくりこう漂わせたい、はい、時に使うロングタイプ、もう本当に数をいっぱいついたい時に使う、ドロッパーを2つつけれる、ダブル、そして、重り具専用ですね、うん、重り具の計4タイプになってます、うん、はいはい、回転ビーズでね、このイカメタルの3種類は回転ビーズを使ってエダス出してるんでね、うん、まあ、エダスを長く長いやつ使うと、こう、ああ今日はなんか短くていいのになっていう時にね、うんうん、すぐコブ作って現場でね、もうルアーも外さずにねコブ作って、はい、あと余ったやつハサミでチキンって切るだけでショートリーダーができたり、ね、そうですね、すごく便利で、ね、使いやすいですよね、はい、まあ、できるだけ、うん、あとはトラブルが少ないような仕様にしたかったので、うん、はい、まあ、できる限りシンプルなものにしてるっていうところと、はい、うん、やっぱりイカメタルに比べて重り具結構トラブル多いと思うんですよ、うんうん、で重り具のこの仕掛けに関しては、うん、リーダー部分、1メーター50ぐらいあるんですけど、うん、はい、そこの連結部分にハーフヒッチのはめ込みを入れて、それで、はいはい、糸絡みっていうところも入れました、はいはいはい、まあ、ちょっとしたこう工夫も、うん、こだわりも入れた、仕掛けセットになってます。いやいや、ありがたいですよね、そこまでやってもらったらね、もうこれ持ってね、はい、はい、竿先から出てる糸につけてもらうだけなんで、うん、はい、簡単でいいですね、本当簡単でいいです、はい、今回は、激抱きすってをはじめとする、激抱きシリーズ一式、紹介させていただきましたが、まだ残ってますね、はい、ロッドが残ってます。ロッドの方はね、もう一つの動画でね、皆さんに紹介しますので、ぜひ見てみてください。はい、それでは皆さん、さようなら。さようなら。